はいどうもこんにちは、信用企画です。今回はこのような問題を用意してみました。こんな化合物に熱をかけて何かを作ると、この反応は起こりますか起こりませんかという問題です。今回の動画ではヒントとしてここに三三と書いてます。これは三三シグマトロピー転移だよということを表していますね。もし大学院入試を控えている方だったら、このような構造に熱をかけて、しかも三三シグマトロピー転移だよって聞いた瞬間にある反応を思い浮かべてほしいです。なので今回の動画ではですね、この反応を紹介する前に、そのある反応というのが何なのかを先に解説していきましょう。はい、というわけでそのある反応というのがこちらです。このようなアリルフェニルエーテル、ここがアリル基で、ここの部分がフェニル基なので、アリルフェニルのエーテルですね。このような出発物に対して熱をかけて三三シグマトロピー転移をしてやると、このようなオルトアリルフェノールが得られます。オルトイの部分にアリル基がついたフェノールと、そういった化合物が得られるんですね。この反応はこのようになっています。ここの部分にこのように補助線を引いてやると、ここの部分がパタンと倒れて、パタンと倒れて、パタンと倒れて、ここに新しい結合ができて、ここの結合が切れるよと、まあ、そういった反応があるんですね。この反応をクライゼン転移と言います。クライゼン転移については別の動画で紹介しているので、詳しい反応はですね、そちらの動画を見てください。まあ、といってもですね、反応機構自体はこれでいいんですけど、もっと詳細なね、ペリカン状反応のところから詳しく解説をしているので、まあ、ちょっと長いですけども、ぜひそちらもご覧ください。で、そうするとですね、ここの部分にはもともとついていた水素がありますから、ここの部分というのが外れて、ここの部分というのが水素ですね、プロトン、今外れたプロトンを孵化してやって、このようにケトエノール5変異性をしてやって、このようにフェノールになるよと、まあ、これで反応は完結なわけですね。でそうすると今回の反応と見比べてみてほしいんですけど、この部分をこちらにパターンと倒すと同じ構造ですよね。なんですけども、ここの部分、この水素ありませんよね。もしここの構造から外れるとすると、このメチル基、まあこっちでもいいですけど、両方ブロックされているので、このメチル基が外れてフェノールになる、そんなことが起こるのかっていう話なんですよ。で実はこの反応ですね、クライゼン転移と呼ばれるのはここまでなんですね。ここまでがクライゼン転移であって、こっからここはただのケトエノール5変異性です。そしてこのクライゼン転移というのは不可逆反応なので、ここからこいつが一旦できてしまったら、こっからこっちにはいかないんですね。これはつまり、ここの酸素炭素の結合を新たに作って、ここの炭素炭素を切るっていうのが難しいことを表しています。逆は簡単に言ったけど、この酸素炭素をつないで、ここの炭素炭素を切るっていうのはめちゃくちゃ難しいわけですね。なので一旦これが起こってしまうと、こいつはこのまま存在します。このようにここが水素だった場合は、ここがケトエノール5変異性してこれになるというだけの話であって、今回のようにここがメチル基のようなアルキル基でブロックされている場合でも、ここまでの反応というのは起こるんですね。というわけでそこまでを書いてみましょう。はい、というわけで先ほどのクライゼン転移によって、この構造からこのような構造まで起こすことができました。でここの部分に水素がある場合、つまりこのメチル基が水素だった場合は、ここの部分がケトエノール5変性してフェノールに戻るんでしたよね。じゃあこの先どんな反応が起こるかっていうのをですね、実際に見ていきます。そのためにですね、この構造をもう少し立体的に見てみましょう。はい、じゃあこの構造をね、立体的に描いたものがこちらになります。まずここカルボニルがあって、でその隣の炭素は両方メチル基がありますよと。でそのうちの1個にこのようにアリル基がついていて、その隣二重結合で1個飛ばして、その隣に二重結合と、まあこういう風になっていますね。そうするとここで1つ気づいてほしいんですけど、なんかこの部分でも三三シグマトロピー転移が起こせそうじゃないですか。そうなんです、実はこの反応はここからクライゼン転移が起こった後に、もう一度ここから三三シグマトロピー転移が起こります。この反応はさっきの酸素を含んだエーテルの形ではありませんよね。録音管ができる全ての元素というのが炭素からできています。この場合の三三シグマトロピー転移はコープ転移と呼ばれる反応です。コープ転移の動画もね、クライゼン転移と一緒に解説しているので、ぜひ見てみてくださいね。そうするとここで三三シグマトロピー転移が起こるわけなので、こうしてやって、ここがパターンパターンパターンと倒れると、そうするとこのようになります。はい、このようになりますね。ここの部分の結合が切れて、ここの部分に新しい結合ができるよと。
そして二重結合の場所がここからここに移動して、ここも一緒ですね、ここの二重結合の場所がここに移動すると、まあそういう風になります。これを平面の構造に落とし込んでみましょう。ちょっとこれ邪魔なんで消しますね。このようになりますね。ここのカルボニルの部分の反対側、パラリの部分にこのようにアリル基がついていて、まあ、メチル基の部分は一緒だよと。で、こことここの部分に二重結合があるので、まあ、これとこれは一緒ですね。なので、これ矢印じゃなくて、こうですね。矢印じゃなくて、こういうふうに書きますね。そしたら、あとは簡単ですよね。この部分がケトエノール語変異性をして、フェノールになります。ただし、1個飛んでいますね。この部分の水素が外れることになります。そしたらここの水素というのがパターンと外れて、パターンといって、ここの部分というのが水素を孵化すると。この水素は今外れた水素ですよね。そうすると最終的にこの反応というのはこのような形になります。はい、こういう風になるわけですね。つまり一旦このような構造ができて、その後もう一回三三シグマトロピー転移が起こると。これで最終的に成し遂げたかった方向属への変換というのが達成できたわけです。はい、というわけでですね、まあスクショとか撮られる方のために綺麗に書き直しましたけど、これですね、この出発物は一旦クライゼン転移によってこのような生成物ができるよと。で、これはここのクライゼン転移が不可逆反応であるからこのような構造はできちゃうってことなんですね。で、これが一旦できちゃったらコープ転移によってこのような構造になりますと。で、それがケトエノール語変異性によって方向属に戻ってこのような構造が得られるということになります。ちなみにこのコープ転移の部分というのは可逆反応なので、こことここ行ったり来たりするんですけども、最終的なフェノールになりたいので、この不安定な構造じゃなくてこっちの構造の方がいいってことですね。で、それを駆動力にこういう風に反応が進行していきます。この問題ね、できた方かなりすごいです。この問題一つでね、クライゼン転移とコープ転移を2つ聞くことができる非常にコスパのいい問題だと思います。実はこの問題ね、 Twitter の DM でもらったんですけど、なんかどっかの大学院入試問題として出題されたみたいです。なのでね、実際この問題出題されているわけなので、ぜひね、この問題を機に覚えておいてください。まず前提としてね、このような構造を見た時にクライゼン転移を思いつけないといけないですね。まあこの熱条件とか、まあこれ基本的にこれ書いてないですからね。基本的に三三シグマトロピー転移というヒントは与えられてないので、熱条件でこんな出発物を見た時に、あ、ここまでは行くんだなっていうことをまず理解しておいてもらわないといけません。で、そっから応用としてコープ転移でここまでパライの部分まで移ってくるんだよっていうことですね。まあこの反応ね、クライゼン転移だけ考えたらこれ方向属じゃないし、そっから方向属にもなれないから起こらないんじゃないって思っちゃいがちなんですよ。ただクライゼン転移は不可逆反応なので、ここまでは行っちゃうっていうことで、そっからコープ転移によってここまで行けるんだということをね、しっかり理解しておいてください。シグマトロピー転移の動画もね、めちゃくちゃ分かりやすく解説しているつもりなので、よかったらね、そちらも飛んで見てみてください。はい、というわけでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画役に立ったよという方はね、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ご指摘や感想もね、コメント欄の方にどしどし書いていってください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ご指摘、リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。反応機構アプリはこちらの QR コードからインストールすることができます。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。